ただ花を見続ける日々。なんかある日急に花が頑張れって僕に言うてるような気がしだしたんですよね。なんか僕情けなくてね、花たちでも頑張ってんやと思ったら、やっぱりなんか僕できるんちゃうか。これまで多くの人に迷惑をかけてきた分、退院したら人の喜ぶことがしたい。元気をくれた花で多くの人を笑顔にする。あの頃の思いは今も変わっていません。